最初の話題です。中野区上鷺宮5丁目にある区立北中野中学校で今日地域の高齢者をおもてなしするふれあい茶話会が開かれました。この会は一人暮らしなどで家にこもりがちな高齢者の皆さんに楽しんでもらおうと年に1回開いているもので今年で29回目を数えます。今日は地域の高齢者およそ40人が参加し会を大いに楽しみました。おもてなしをしたのはもちろん北中野中の生徒をはじめ父母と教師の会や地域の民生児童委員です。会場では生徒たちが作ったという水羊羹や保護者たち手作りの焼き菓子などが振る舞われ、皆さん会話を楽しみながら美味しそうに頬張っていました。また歓談中にはこの日のために練習してきた生徒たちによる出し物のおもてなしも。ステージではバイオリンとピアノの演奏や歌などが披露されました。中でも盛り上がりを見せたのは女子バスケットボール部によるダンスです。生徒たちは息の合ったダンスを披露していました。今年も多くの高齢者が参加し互いに交流を深めることができたふれあい茶話会。皆さん楽しい午後のひとときを過ごしていました。